はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ユーロトラックシミュレーター2ライブ配信始めていきましょう。ツイッチで、配信しております。ツイッチ、ぜひライブ視聴、今後とも、アカウントフォロー、チャットコメントお願いします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。ツイッチをチャット欄に、YouTube と Twitter の TwitterX のリンク記載してます。この配信は2日後7月31日を21時にYouTube でプレミア公開、動画公開する予定です。ぜひ YouTube の方もアクセスしてください。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。YouTube、My YouTube チャンネルビジット、This Live Two Days After、ムービーアッププレミアムービー YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 TwitterX アカウントビジット&フォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X、こちらのアカウントもございます。ぜひアクセスの上、アカウントフォロー、リツイート、ツイートのいいねボタンクリック、ぜひお願いします。はい、では、始めていきましょう。前回どこまで行ったっけな。フランスですね。フランスに戻ってきたんだ。セントヘリエだったっけ。セントヘリエじゃないよな。トリニティ、グランビル、ロスコフ。あ、前回の配信見てみよう。なんかな、配信は外すためカーソル外れたら、最後ロスコフですね。ロスコフが前回のラストですね。今回68回目となりますが、ロスコフはここだ。じゃあここのクイックジョブ見るといろいろありますね。ルマンもあったり、レンヌ。レンヌは一番近い。カーティス、ニュルンベルグ。面白そうだな。ニュルンベルグ行ってみますか、ドイツの。ちょっと長距離になりますが。ドイツのニュルンベルグに行ってみましょう。引き受けます。早いな。目的地への案内を開始します。フェリーの置き場からスタートっていう感じですね。
方向です。え、どっちがどっち、その先左方向です。そうだよな、フランスだから左側だよな。オッケーオッケー、左車線を走行してください。その先左方向です。左方向です。もうちょっと前行ける。青なった？青なった。これマイルじゃなくて50キロですね。なかなかの田園地帯。その先左方向です。高速道路に入っていきます。いや、なかなか広いですね。1300キロ近くあるんだ。なかなかの長距離だと思われます。なんだこれ、すごいな。また谷ですね。谷が深い。鉄道があります。そして。
あ、降りるんだ。じゃあ、あんまりスピード出してられないですね。右車線を走行してください。その先、右方向、出口です。ん？何？あれ？なんだ？これ。右方向、出口です。出してくれないんだ。ナビを再開します。まあ、そんなに、距離が増えたわけじゃないから。気にせず行きましょう。これが近くだったらめちゃくちゃギャーって言ってることですけど、まだまだ距離がありますし、そんなにコースロスにはなってないんで、落ち着いていきましょう。意外とカーブがきついな。なんか緩和曲線があるはずなんだけど、緩和曲線っぽくはないんだよな。まあ落とさないとダメだな。譲ってくれた。あ、でもしばらくすると、あ、やめとこう。左車線を走行してください。え、左？あ、左なんだ。左なんだね。大丈夫っぽい。これはまっすぐだな。
いや、まだだ。上がらない。ちょっと制約がある。難しいな、車線をうまくキープするって難しい。どうしても揺れちゃうよな。150キロ以上出てる、153とか平気で出てるな。ぶっ飛ばした。まだ1000キロ以上あるな。左側は結構チューリップオーブンに至るまで余裕があるのはでかいな。そう、上り坂へする前に減速余儀なくされてるのはちょっとひどいな。一旦右へ行くか。そう、あの車め。でもそのうち左に曲がらないといけないよね。癖がある車だな、あの前の車。だいたい簡単にブレーキ踏むし。と思ったら料金所だったんだ。ん？これ入れんだっけ？入れんじゃないかな。入れるね。まだまだ先は長い。一回給油しないといけないかもしれないですね。増えた？増えたね。3車線になってる。まだ3車線あるよね。左車線を走行してください。
車線を走行してください。あ、降ろされるんだ。右方向、出口です。右方向、出口です。一般道？一般道っぽいな。料金所か、出口は。その先、左方向です。一回左に曲がってってとこだろうな。今ちょっと見逃した。片側2車線になった。いや、東半車線だね。すごい。結構ダメージ食らってる。おいおいおい、どこ行くんだ。ナビを再開します。これ行かせてくれない。ナビを再開します。なんか左曲がるようになってる。その先、左方向です。左方向です。対向車線は何もないんで。有料道路だ。これか。再び高速道へ合流。片側2車線の高速道ですね。まだ800キロ以上ありますよ。
すぐだよな。また出口だ。右車線を走行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。片側一車線なんだなあ。厳しいな。またなんか曲がらされる。どっちだ。いや、こっちか。また右へ。料金所だな、きっと。料金所？いや、なんかもしかしたら国境なのかもしれん。
ベルギーに入ってきた。まあ、考えたらフランスの西の方からずっと東へ向かってたから、フランスから抜け出すのも時間かかってたのかもしれない。600切りましたね、ようやく。そろそろガソリンの補給がいる時期かも。来てないね。通行量が少ないな。いいですね。オッケーオッケー。危な。これ500キロ。多分ゴールまではガソリンは持たないと思うんですね。車線だよな。こうだよな。ん？一般道に見えなくもないが。お、かですね。まだ。かなといい道路がある。いや、こっちでいいよね。今、右車線をって聞こえたから。
ドイツに入ってきました。めちゃくちゃ高速で飛ばしてますが、ドイツです。お、なんか橋がありますね。でっかいライン川かな、あれ。そして、わ、すごい。がね、来ないね。あ、ちょっと待った。ガソリン入れましょう。でもまあこのぐらい入れれば多分満タンはいらないんだよな。満タン原則だけど、うわ、飛んでる。あと350キロ。またなんかでっかい橋がある。お、なんかあれですね。高速鉄道だ。なんか100キロとか。ベッセン。
ただー本当にでかいな、滑走路アウトバーンだな、本当この辺は滑走路だな。あれ？出口だ。どっちだ？右か左か。左だな。めちゃくちゃガラガラやん。道なりだよな。138。お、譲ってくれた。ありがとうございます。田園地帯がとにかく広がるよな。車線幅が狭まるのか。
右車線を走行してください。その先右方向です。あ、右車線、右方向です。右車線を走行してください。左車線を走行してください。あと20キロ、あと少しですね。ニュルンベルグに到着。一般道です。もうスピ大してスピード出せません。すぐ行けるよね。右車線を走行してください。その先、右方向出口です。ああ、右方向出口。右方向出口です。一体か。でこの信号を左ってことか。左方向です。左方向です。大丈夫だね。マクドがある。直進です。じゃあこれは直進なんだ。で、この右側奥が終点？奥だな、さらに。その先、右方向です。
あそこの右方向です。交差点を曲がるっていう感じなのか。目的地に到着しました。お疲れ様でした。こういうことだ。で、別にどこに降ろしてほしいんだはいらないんで、これで、どこに行くんだ？どうだ？いけた。上出来。まあさすがにダメージペナルティの分は引かれちゃいますが、レベル30に上がりました。行きましたね、レベル30。もう一つ上げられますね。エコドライブ。ではワールドマップ確認してみましょう。出発したのがロスコフからなんで、ここで多分左にここに行けなかったと思う。なんでこっちからこうレンヌの北を通って回り込みましたね。で、パリの西を北へ迂回するように進んで、で、一回なぜか出て、これ一般道なんだ。一般道を通って、から結構経験値稼げたんじゃないかな。で、ここでフランスから出てベルギー入って、あとはまあ比較的順調で、ここでドイツに入って、ニュルンベルグか。ニュルンベルグはもっと先ですから、まあどんどん飛ばしていきます。3号線を通ったんだろうな、これ。フランクフルトの南を通ってここを出て最後ニュルンベルグへっていう感じですね。ドイツのまあ東の方って考えればいいのかな。南がミュンヘンなんで、南ミラノがあります。ウィーンはどこ？ウィーンってどこだろう。
ブダペストはここだから、ウィーン近くにあるんだろうけどな。ウィーンは、ミュンヘンの東側か。さあ次はどこへ行くかですね。ニュルンベルグからだったらミュンヘンが一番近い。ザルブツーもある、ケルもある。七尾のビショフショーヘンってなんだ。北行く手もありますね。ポーランド、これでオランダのアーネム、北行ってブレーメンもあります。シュチェッチン、オス、ウッチ、ボローニャはイタリアです。ワルシャは定番ですね。ダマスカスすごい遠いな。ザルカとかズンズバルはもう北ですね。スウェーニエ、バレルもイタリアの先ですね。スウェーデンの途中か、まあ、ここまではいかんよな。この時点でもう1時間経過してるぐらいだからな。アーネルに行ってもいいけど、ウッチっていうとこに行きましょう。ポーランドのはい、このウッチを引き受けましょう。こっちもなかなかの距離ありますが、どうなる ?721 キロか。す、目的地への案内を開始します。雨降らなかったですね。右方向です。ダメだダメだとか言いつつ行くんですけどね。川沿い、川じゃないな、川なのか、塀ですね。右車線を走行してください。その先、次の信号で右か。
右方向です。あれは駐車場か。怖いな。複雑だ。これはちょっとひどいな。対面通行なんかな？対面通行じゃない。まあ、びっくりした一瞬。三車線ある道路みたいですね。真ん中通らないと危ないかも。ほんと真っ暗だ。チェコに入ってきた。
交通量多いな。本当に上り坂だから置いてかれ始めてる。この急な上り坂に見えなくもない。譲ろう。お前が左行くんかいってわけですね。どういうことだ。あ、こういうことか。花火がよく見えてなかった。え、一般道っぽいね。首都のプラハですね。わわわわわ、こっちだ。うわー、じゃあ行きましょう。再開。
信です。あ、やっちゃった。久しぶりに横転をやってしまった。ナビを再開します。うわー、そんなバカな。ラウンドアバウトですね。胴体でやっちゃったよ。もちろん、直し、全修理、雇用主を負担。いいの？あなたの雇用主は社用主をいじられたくないようです。やっぱりレンタは無理ですね。はい、クエスチョンマークって何だったっけ。トラックディーラーか。どっちだこれ。右だ。右方向です。ロータリー1番目の出口です。さっきやらかしたロータリーの前だったみたいですね。
ラックが本当多いよな。なんだ？一車線になるんだ。うわ、トレーラーダメージが積み重なってしまった。対向車がまだ来てないですからね。今日が狭い、近い。ポーランドだ。そうだ、対向車来てないね。工事っぽい。上り坂がすごいきついね、ここ。対向車だよな。スーッと急な上り坂になってない？ようやく片側2車線だが、これがどこまで続いてくれるのか。
だんだん明るくなってきた。いいですね。アップダウンが結構激しいな。100キロ切った。出口が近いな。右車線を走行してください。
ータリー1番目の出口です。出口です。もうちょっとですね。超ショートカット。そして右車線を走行してください。その先、右方向です。右方向です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。こっち側から一回回ってっていう感じか。OK です。うち到着ですね。一回こけましたが、気にしない。さてと、今1時間36分か。最短のをもう一回できそうな気もしますけどね。今23時じゃない、22時か。一応上出来とは言われてますが、前回はニュルンベルグからスタート。ここからですね。でプラハでやらかしたのはここのロータリーで、でもこっからスタートできたんですよね。なんでほとんど距離差はなく、ここで車線幅が狭まって、狭いままずーっと走って、プラハワから、この時はそうか。で、入ってきて、ここで高速抜けて、うちの町へっていう感じですね。ではこのうちの町ってどこだ。ここから一番近いのは短い、さすがに短すぎる。これはどうかな。これかな。あ、ピョトルクフの方行こう。
目的地への案内を開始します。さっきの木造工場、どうやって出るんだこれ。ここは出られない。左方向です。イケアのトラックがあるけど、なんかちょっとしんどそうだな。行けるのかこれ。行けそうだな。あ、通れるや。で、ここで左に曲がって、左方向です。あれ？これはダメなのか。これは超えることができない。ちょっとこれはひどいな。雨降りだした。まっすぐですね。結構やっぱりシビアだよな、判定は。危ない。あー、やってしまった。
なんだこれ。故障？嘘だー。国境みたいな感じかな。右に行くんじゃないの？あ、全部右に行くのか。右車線を走行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。なんか一回折り返さないとダメみたいだな。走行してください。この先左車線を走行してください。なんで追われてるんだろう時間に。19% もダメージ食らってる。走行してください。
どこになってんだ。なんか複雑な構造になってるな。わざとなんか意地悪してるようにも見える。そしてどこにあんだ。あ、この先か。目的地に到着しました。お疲れ様でした。行ってみよう。雨がきついな。オッケー。非常に良い。微妙な評価。あ、でもマイナスポイントはないや。はい、ということで本日ここまでとさせてください。この後競輪の予想とか検討に移って予想の配信など、しようと YouTube でしようと思いますので、ユーロトラックシミュレーター2はここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。今回の配信は Twitch でお届けいたしました。 Twitch私のアカウントの視聴、フォロー、チャットコメントなど今後ともよろしくお願いします。ツイッチ、マイライブウォッチ&マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この配信は2日後アーカイブを YouTube でアップいたします。その YouTube のチャンネルは
スイッチのチャット欄に記載しております。ぜひ YouTube チャンネルへアクセスお願いいたします。チャンネル登録高評価もお願いいたします。 This live two days after YouTube my チャンネルアップロード my YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン&ビジットチャンネルプリーズ、旧 Twitter である X のアカウントもやっております。ぜひアクセスしてください、ツイートのフォロー、ツイートのリツイートアカウントのフォロー、いいねもお願いします、マイツイッターアカウントビジットアンドアカウントフォローアンドツイートリツイートアンドグッドボタンプリーズということで、今回はフランスからポーランドへ東へ向けて進んでいきました。次回はどちらに向けて進むのでしょうか。ご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。